はい、こんにちは、スワクテカと申します。今回はストラクチャーデッキ精霊術の使い手3箱のみを使ったデッキ紹介動画となります。3箱だけなのでエクストラが使えないので、そこ部分をねどうやって補うのか、それをね主軸に考えてデッキを作ってみました。いろいろなところはあるのですが、まあコンセプトだけで言うと、やはりメタビート寄りで作って、どういうより構築をねしていくのが一番楽というよりも勝ちに近づいていくのではないかなと思っていますよ。ですので1枚を2枚にするカードや、永続的に効果が発動するカードを、そうですね、中心にね、採用してみました。他にもね採用したいカードは結構あったんですよ。ただ40枚に合わせるとなると、また相手ターン中への防御云々を考えると、今これがいいんじゃないかなと思ってしています。はい、それでは行きましょう。まずはそうですね、モンスターから憑依装着ヒータが2枚、憑依装着アウスが2枚、憑依装着エリアが2枚、憑依装着ウィンが2枚、憑依装着モンスターが計8枚ですね。次、憑依覚醒デーモンリーパーが2枚、妖精電気かぐやが3枚、デーモンイーターが3枚、乱流が1枚、エフェクトベーラーが2枚、以上ですね。次、魔法カードテラフォーミングが1枚、魔法族の里が3枚、大霊術一輪が2枚、精霊術の使い手が3枚、憑依覚醒が3枚、魔法カードが以上で、次にトラップカード、憑依連携が3枚、憑依解放が2枚、メタバースが1枚、神の警告が3枚、以上になります。それでは、解説していきたいと思います。まずは憑依カードから。憑依装着カードはですね、まあアタックカードして使うのは当然なんですが、まあ言い打ちは悪いんですが、これらのカードを起動させるためのカードとして扱います。ですので、このカードを強化して殴っていくというのではなくて、このカードをこれらのね、パーツ、精霊術の使い手で、サーチしていきたりとか、憑依覚醒でワンドローに変えたりとか、そういった部分で使っていくので、あくまで補助的な部分で考えれば一番いいと思います。なので水霊術、葵とか非霊術、紅とか、そういったカードは採用していません。なぜならあれらのカードを入れるとなると、どうしても2個1になってしまうんですね。水霊術だと水属性カードここしか入ってないのです。エリア1枚で頼ってしまう。風霊術だとウィンなのみになってしまう。ウィン乱流とかだったのみになってしまうというので、それらを採用していません。まあ、水霊術は葵が一番強いので、そこだけでも採用したかったんですけど、そうなると水属性がちょっといまいち汎用性がね、足りないカードが出てきてしまうので、これらを2枚ずつにしています。こちら、憑依覚醒デーモンリーパー。これはですね、デッキから SS できるカードで、地属性モンスターと、レベル4、魔法使い属モンスターが必要になります。例ね。これを活動させるために、こちらのデーモンイーター。まあ、多分、デーモンイーターを、なんで言うんでしょう。意識した、カードなんでしょうね。デーモンリーパー、デーモンイーターって言ってるから。で、特殊召喚に成功した時に墓地のカードを、モンスターを蘇生させることが、まあ、即座にね、これらのリリースしたモンスターを蘇生させることができるので、憑依装着なの、あるいはデーモンイーターなの、特にかぐやなのをね、蘇生させるのもいいけど、まあ、特殊召喚が無効になってしまうというのはあるんですか。で、魔法使い族モンスターを蘇生させれば、モンスターを2体増やした上で、こちらの魔法族の里を起動することができるので、で、墓地に送られた時に、デッキからですね、魔法トラップカード、憑依装着魔法、憑依魔法トラップカードを1枚手札に加えることができます。フィールドから墓地に送られればいいので、できればリンクしたかったんですが、まあ、エクストラデッキ使えないのでね。エクストラデッキ使えるならば、もっと簡単にね、出すことができると思います。例えば、アカシクマジアンなどかトロイメア出してもいいですしね。はい、次、妖精電気かぐや。やはり、まあ、メタビートを意識するというのであれば、これはもう確定で3枚。絶対3枚です。というか、普通の憑依装着デッキを作る上でも、このカードはほぼ3枚必須だと思います。憑依装着カードを全部サーチできる、プラス、相手へのね、メタ的な意味でバウンス効果を持っているということがあるので、さらに魔法使い族という完璧な布陣を取っています。これはもう確定で3枚、絶対3枚です。で、デーモンイーター。地属性モンスターですね。魔法使い属モンスターがいるとき特殊召喚することができるというので、特殊召喚に成功すれば即座に憑依をデーモンリーパーへと繋げることができるということで、このカードを入れています。後半の蘇生効果は、まあ、いまいち使わないかな、多分。破壊して SS ということもちょっと難しいですからね、このデッキだと。まあ、あるとするのならば、デーモンリーパーを破壊して、SS するというのが一番アドバンテージが取れるかなって。
次に乱流。SS することができるカード。このカードが戦闘効果で破壊された時に自分の持ちのモンスターを蘇生させることができる。1500と200のモンスターね。ただまあ1500と200のモンスターがデーモンリーバーしかいないので。まあ、出すのなら、結構後半になってくるかな。ドラゴン族というのもいまいちですからね、これ。で、エフェクトベーラー。まあ、唯一のハンド誘発ということで、こちらの方でね、採用させていただきました。他にモンスターでね、採用したいのは、まあ、アタッカーがいないので、このデッキ、守るという意味でも、魔法族の里を守る、プラスモンスターを守るというのに、こちらはウィッチの、クラトゴーレもある。これをちょっと採用した工夫はありました。もし、これを入れるとなるならば、デーモンイーターがエフェクトベーラーを外して、1枚外してこれか、もうエフェクトベーラー2枚でこれ2枚入れるかにするかと思います。はい、モンスターは以上ですね。やはりアタッカーがいない、高攻撃力のモンスターがいない、そしてエクストラデッキに頼ることができないというので、魔法トラップカードに頼りがちな部分があると思います。除去カードがかぐやだけですからね。ですので、先ほど言ったウィッチゴーレムあるを入れる、構築、入れるのもありかなーって感じはちょっとだけしてますね。エフェクトベーラーよりはこっちかなー、あるかなーって気もしてますけども。まあ、ただ、魔法族の里を張られている前提で言うならば、エフェクトベーラーがあると、正直、相手何もできないで積む可能性があるので。まあ、トロイメアフェニックスで雑に割りに行くこともできなくなるわけですからね。はい、じゃあ次に魔法カード。テラフォーミング1枚。ここはいいとして、まず魔法族の里。魔法使いのモンスターがいる限り相手の魔法を封じるという効果ですね。永続的にやはり効果を発揮することができるという点。プラス、こっちのデッキは魔法カードで、起点をすることがあんまないんですね。精霊術の使い手も、これセットなんで、そんな言うほどは、起点にはならない。これに頼ってるわけではない。で、まあ、魔法使い族がこっち切れることもほぼないですからね。デッキのほとんど、モンスターのほとんどが魔法使い族のモンスターですから。で、大霊術一輪、攻撃、守備力1500のモンスターが、存在する場合に、相手がモンスターコースター効果を一度だけ無効にするという。これもまあ、魔法族の里と一緒に、まあ、使い分けて感じですね。まあ、メタバースと一緒に使うとなると、魔法族の里よりか大霊術一輪の方が強いかな。はい、そして精霊術の使いで、1枚を2枚にするカードなんですが、これだと1枚を2枚にするどころじゃなくなるんですね。デッキから憑依装着カード、魔法、霊使いモンスター、または、憑依装着モンスター、霊使いモンスター、憑依魔法トラップカードのうち2枚を選ぶってことです。まあ、憑依覚醒と憑依装着を持ってきて1枚ドローに変えれば、2-3 効果にもなりますし、何かね、これでも。で、憑依連携などで、モンスターを揃えればね、相手モンスターを破壊する。相手ターンで相手モンスターを破壊して2枚破壊にすれば、またさらにアドバンテージが取れるということで、これも3枚確定ですね。で、憑依覚醒。モンスターのバンププラス、1枚ドローということで、これもまあ、そうですね、3枚確定かなと思います。さあ、魔法カードが以上です。魔法カードで他に、採用したかったのは、まあ、メタビート的に言うならば大熱波とか、大熱波打って精霊術の使い手でセットするという流れがなかなか美しいし強いかなって感じがします。で、次がトラップカードが憑依連携。墓地のまたは手札から、守備力1500の魔法使い手のモンスターを特殊召喚することができます。まあ、憑依装着カードを特殊召喚すると言い換えてもいいでしょう。このデッキだとね。そして、自分フィールド上にね、モンスター、属性が2体以上、存在する場合、フィールドの表側表示、モンスターだっけ？カードだっけ？カード1枚を破壊することができる。このデッキの中でも、なかなかに珍しいというより、貴重な、表側除去。しかも、対象に取らない除去だよね、これ。対象に取らない除去だよね。表側表示選んで、だから対象を取らないですね。で、後半の効果はですね、まあ、このカードを除外して、表側表示のカードが、破壊されたとき、じゃあ、自分の、ちょっと待って。墓地のこのカードを除外して、自分の墓地の永続、まあ、憑依、永続魔法トラップカードを、自分フィールド上に表側表示で置くことができるというものなので、まあ、憑依覚醒を置いたり、憑依覚醒を置いたり、憑依解放を置いたり、ちょっと万能に使うことができるので、これはもう3枚必須のカードですね。で、憑依解放。これもまた、バンプすることができる、プラス、戦闘では破壊されなくなる効果ですかね。で、墓地に存在すると、守備力1500の魔法使い族モンスター1体を SS することができる。
ね、地味ヒロインのモンスターが戦闘効果で破壊された場合にね、まあ、デッキから、憑依装着を呼んでくることができるっていうことね。ただまあ、使い切りの通常トラップなんで、あんまり過信しすぎといけないということで、2枚、います。で、メタバース。これはもう魔法族の人がない場合に、デッキからね、憑依装着立たして、デッキから魔法族の里っていう魔法使いを、魔法カードを封じ。で、神の警告。まあ、神の警告、かぐや、魔法族の里という、これただのメタビじゃんみたいな感覚になるんですけど、やはり神の警告は強い。やはり神は強いんですよ。魔法封じて神。そして、あとは精霊術の使い手とかのアドバンテージで取っていく。これだけでも十分強いとは思うんですけど、やはりエクストラデッキを使ったらもっと強くなるとは思います。あくまでこれは3枚、3個だけのデッキなんでね。はい、それじゃあ以上になります。ストラクチャーデッキ、精霊術の使い手3個のみを使ったデッキ紹介動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。